ベナスタルです、アミゴース。どうも BJLL のパンハロンです。 YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミゴース。ポッドキャストで聞いているみんなも、グラシアスアミゴース。まだチャンネル登録してないそこのアミゴスは、今すぐチャンネル登録して、俺とアミゴースということでよろしくお願いいたします。まずは宣伝だ。このチャンネルのチャンネル登録ぜひよろしくお願いするぜ。そしてもう一つ、ツイッターなんかあるんだぜ、俺のアカウントあるんだぜ、ぜひフォローしてくれ。そしてもう一つ、パハロンの家の話、概要欄チェックしてもらえればわかるけど、俺のパハロンの家の話というもう一つの YouTube チャンネルもあるんで、ぜひそちらの方も登録よろしくお願いいたします。ということでございまして、本当によろしくね。チャンネル登録マジ大事、高評価もマジ大事、本当よろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、 2.9 ね、 2.9 のノアステップフォワード2022のですね、全対戦カード出ましたんで、こちらの方ね、皆さんと一緒にチェックしていきたいなというふうに思っております。まあ当然ですね、前回もいろいろありましたけど、コロナの状況によってまあ対戦カードね、変更になったりするかとは思いますが、まあ、ぜひね、その辺はこの動画の対戦カードと違ってもね、ご了承いただければというところでございます。はい、ということでステップフォワード2022、まあ、ここから後楽園3連戦というのが始まります。ノア初だそうです。はい、後楽園3連戦ありますからね、まあ、ぜひお時間ある方は行ってくださいね。まず以前のね、 1.27 平日夜の後楽園のノアね、皆さん見た人はわかるでしょ。ノアはね、どんな小さい会場でもね、平日の夜だってね、全然いい感じの、いい感じのっていうか、まあ、全然手抜いた感じの試合とかしないんで、ぜひね行ってください。はい、ということで、開始が18時30分ですね。2月9日水曜日18時30分開始でございます。はい、場所は後楽園ホールになってますんでね、お近くの方ね、ちょっと遠出したらいけるよみたいな、で時間もあるよって方はね、行っちゃった方がいいと思いますよ。おすすめです。はい、ノアは全部今のところおすすめです。はい、ということで、見ていきましょう。全対戦カードということで、まずは第1試合、シングルマッチ、藤村海 VS 矢野康隆。はい、ということで、こちらはですね、まあ、フリーの藤村選手と所属の矢野康隆選手ということで、まあ、どちらも若手ですね、若手の第一試合というところで、まあ、藤村選手もね、こう結構気持ちがね、ガンガン前に出てくるタイプの選手ですし、まあ、矢野選手もおそらくね、対抗戦で、まあ、自分のやりたいことができなかったとか、いろんな悔しさがね、矢野選手の中には多分あると思うんですけれども、そういったものをね、より前面にまた押し出してきていく試合になると思いますので、まあ、これはね、初戦からね、多分熱のこもったね、若手同士の試合、ザ・若手同士の試合みたいないうものがね、多分見れるんじゃないかなというふうには思っておりますので、まあ、ぜひね、ここ第1試合から注目ですね。に、まあ、この後楽園3連戦をやっぱりその盛り上げられるかどうかっていうのは、もうむしろそんな言い方すんなよって言われるかもしれないですけど、もうむしろですね、この藤村赤井矢野康隆 2.9 の第1試合にもう全てがかかっていると言ってもね、もうこれ過言じゃないんじゃないかなっていうですね、はい、気がしておりますので、まあ、ぜひ藤村選手、矢野選手、期待しております。はい、そして第2試合がですね、6人タッグマッチということで、キングタニー、モハメド・ヨネ、斎藤明俊 VS、マサ・キタミヤ、稲村ヨシキ、岡田金也ということになっております。こちらはですね、ファンキーエクスプレスですね。キングタニー、モハメド・ヨネ、斎藤明俊、ファンキーエクスプレス対正規軍。まあ、ファンキーエクスプレスも一応正規軍になってるんですけどね。まあ、そのな、そういう6人タッグマッチということになっております。はい。まあ、ここはね、どうですかね、やっぱね、マサ・キタミヤ、稲村ヨシキ、というこのザ・タフというタッグチームね、再結成するのかどうか問題ありますよね。ほんでもって稲村選手がね、いつまでこのポジションにいるんだというところ、ここはもうやっぱね、試合に勝って稲村選手も名を上げていかないといけないということでね、ほんとね、
ここはね、稲村良樹選手が無双、久々に無双が見たいですね。無双で誰かに勝つ稲村良樹が見たいなと。でそれにジェラシーを感じる岡田欣也同期というですね、そういうね、なんかこの正木民也、稲村良樹、岡田欣也組の中で、その3人ともチームなんだけどそれぞれ行きたい道があるみたいな、その個人闘争みたいな部分がね見え隠れすると、非常にねドラマティックな試合になるんじゃないかなという感じがします。で斉藤さんはね3日ともこれ確か解説に入る予定なんですけど第2試合に出てきてますね第2試合が終わってからしばらくしてから解説に来るって感じなんですかね。いや斉藤さんの、ね、試合もそうですけどね、解説もマジ楽しみなんでね。はい、まあ、このファンキー軍がねどういう風にこの3人と対峙していくのか楽しみですね。はい、そして第3試合ですね、タッグマッチ大原はじめ覇王 VS 二王アレハということで、覇王対二王再びタッグマッチですけども、これは覇王対二王再びですよこのね、まあ、今後を抜け出した覇王さんね、それを許さないといった二王さんね、先日の試合でもバッチバチのファイトを繰り広げていたわけですけれども、今回はタッグマッチとして、まあ、これが成立するわけですけれども、まあ、この2人が、ね、中心となる試合であることはまあ間違いないと思いますので、まあ、ここで前回の試合の気持ちを上回れるような戦いになるのかどうかというところが非常に注目ポイントなんじゃないかなというふうには思っておりますので、うん、覇王選手ね、せっかく新コスチュームにもなりましたし、まあ、そういったところね期待していきたいなと、まあ、前回も言いましたけど、まあ、覇王選手がねせっかくその正規軍に来て上に行きたいという気持ちというものをどうやって見せていくのかっていうのがやっぱ一つのキーポイントになっていくところだと思いますので、まあ、ぜひね覇王に注目したいですね。はい、そして第4試合6人タッグマッチということで、丸藤直道、小峠敦、宮脇潤太 VS 鈴木小太郎スペルクレイジー稲葉大輝ということで、まあ、正規軍でもないな、丸藤選手はエムズアライアンスですね、エムズアライアンスのヘビー級ですね。で小峠選手と宮脇選手は正規軍のジュニアですね。そして鈴木小太郎スペルクレイジー選手はペロスデルマールでハポンですね。そして稲葉大輝選手は正規軍のヘビーという位置づけになっていますね。はい、なので、まあ、この辺はですね小峠選手と宮脇選手と鈴木小太郎選手とスペルクレイジー選手の、まあ、ジュニアの戦いというところと、やっぱり注目になってくるのはここ最近気持ちが前面に出てきている稲葉選手ですよね。稲葉選手が、まあ、因縁の丸藤選手とやるっていうことで、ここはもうどう考えても稲葉選手が丸藤選手にどう噛みついていくのかというところがもうやっぱりポイントだと思うんですよ。対抗戦でも10人タッグでしたね、井の一番にね稲葉選手すっごい勢いで出ていったあの気持ち、あれをねやっぱ丸藤選手にこう出していって、きっとね丸藤選手はそういうのもね真正面で受けるか、そういう気持ちをなんかね透かしていくような感じになるのかなと僕個人としては思っているので、そのもしね透かしていくような丸藤選手がいたとしたら、そんな透かさせない稲葉大輝、これを出さない限りはですね、やっぱ稲葉選手の存在感というのもこのねノアの中で高めていくことが難しいということを言わざるを得ないと思いますので、はい、だからもう本当丸藤選手がもし透かそうとするんだったらね透かさせない、もうそういうね稲葉大輝を見せつけてほしいなというふうに思ってますね。塩崎豪選手でさえ、ね、試練の4番勝負を自らね提案して GHC にたどり着くまでの道をね自ら設定するとかね、はい、まあ、清宮選手もシングルをこなしつつ着々とそういう道をね実は地ならししているとかねいう状況にもありますし、まあ、もちろん稲村選手とかねそういったところのアピールもね、対外選手に対するアピールもすごいものがありましたし、やっぱりこのノアの中でどんどん存在感、ヘビー級として存在感を上げていくとすれば、はい、稲葉選手、はい、もうこれはね丸藤選手がねもう逃げられないぐらいね突っかかっていかないとっていうね
感じなんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい、そして第5試合がシングルマッチ、清宮海斗 VS 早田。いや前回のね清宮海斗 VS 鈴木小太郎戦、これもめちゃめちゃいい試合だったんですけど、これはねまたいい試合になる予感がしますね。はい、腕の取り合いだけで30分はいけるんじゃないかっていう、はい、しかもこの清宮選手も早田選手もね、小川選手を、まあ、ある種小川選手を師匠に持つ2人ということで、門下生対決みたいなねことになってますからね。はい、その技術をね混じり合わせるというかね、こう技術の交換というかね、やり合いをするようなね技術で、はい、そういう試合になるのか、もしくは清宮選手が勢いで押し切るのか、もしくはその早田選手がその勢いさえも受け流すのか、右から左に受け流すみたいなねことになっていくのかというですね、楽しみな一戦でございます。まあいろいろね、いろんな憶測がね今飛び交ってますけれども、早田選手もしかしたらヘビー級に行くんじゃないかみたいな、ね、もしかしてこの試合で早田選手が勝ったら次はヘビーやなんてことを言うかもしれませんからねまあ、なんてことになるのかどうかも分かりませんけど、まあその辺も楽しみな一戦なんですよ。もうここはねもう言うよりはもう本当見る早く見たいね。だからねこのしれっとね、だからはあの清宮選手ね、前回鈴木小太郎選手やって、今回早田選手とシングルやってとか、ね、しれっとねあの GHC へのね地ならし入ってると僕は思ってるんですよ。積み上げていってると思ってるんでね、清宮海斗選手ね、積み上げて GHC にたどり着く清宮海斗っていう状況が今生まれてるんじゃないかなと思うんでね、本当にこれ楽しみですね。はい、そして第6試合6人タッグマッチということで、小川芳成、吉岡聖輝、進む優也 VS 野沢論外、陽平、エイタということで、スティンガー VS ペロス・デルマールでハポンという形になっております。まあそろそろね小川選手と瑛太選手のね、決着もどうにかならんのかなというところでございますが、まあ、ここ面白いのはそういう形になっておりまして、そういう形っていうのは今から話しますけど、そういう形になっておりまして、まあ、小川芳成選手と瑛太選手それぞれねずっと因縁のいがみ合いみたいなことやってるわけですよ、うん、で吉岡聖輝選手と進む優也選手というのが GHC ジュニアタッグのチャンピオンになっています。でこれに対して挑戦者が野沢論外、陽平組ということになっておりますので、まあ、このジュニアタッグの前哨戦にあたるこの試合なんだけれども、ずっと因縁を生んでいる小川瑛太っていう対決もあるので、いや本当ねずっと言ってますけどね、いつ小川瑛太のシングル組むんだっていうねビッグマッチとかでやるのかな、ね、スペシャルシングルとかで、まあ楽しみですよね。だからね、はい、だからこのね6人タッグマッチっていうのは前哨戦かつさっき言ったような小川瑛太の絡みっていうところがありますので、まあここもね目が離せないなっていう形ですよね。でまあ吉岡選手とね進む選手、前回も言いましたけどね、まあ、何かしらそのジュニアタッグを持って何をどう動かしていくかとか、何こんなことをやりたいとか、アピールしてですね、それをぜひ N イノベーションとかにぶち込んでいくっていうね、まあ、前回も言いましたけどジュニアタッグのトーナメントやりたいとか やって俺たちの挑戦者決めろよとかね言うとかね、チャンピオンがね、それで N イノベーションでそれが実現するとかね、いろんなねやり方はあると思いますんで、はい、ぜひねアピールして、何かこうジュニアタッグのベルトにたどり着くのもそんな容易なことじゃないんだぜみたいな雰囲気を作ってもらうといいのかなっていう感じが個人的にはしていますね。はい、そして第7試合が GHC ジュニアヘビー選手権試合、王者原田大輔 VS 忠輔ということでございます。こちらが第47代王者の初防衛戦ということになっております。はい、まあ、先日ね、原田大輔選手が早田選手からベルトを、奪還してですね、チャンピオンになるというところになりました。で先日の 1.27 の試合で忠輔選手が挑戦表明をするということで、この試合がねもうすぐ決まるっていうね本当スピーディーにねノアは動いていきますね、この辺はね。なのでね、まあ、どういう試合になるかなというところなんですけど、まあ、初防衛戦ってね、
まあ、正直言うとですね、初防衛戦でなかなか勝つってことはないじゃないですか、挑戦者側がね。まあ以前はねあったんですけど、はい、それ僕目の前で見てね、えって思っちゃったんですけど、えまだ1回も防衛してないのに吉岡選手みたいな感じでねありましたけど、はい、まあこのねだから忠介選手ね、忠介選手も忠介選手で対抗戦でね、高木慎吾選手とバッチバチの打ち合いを演じてラリアットをね相打ちにさせるジュニア選手ということでですね勢いのある忠介選手ね名を打ったと思うんですけれども、まあだからそれもある種鉄は熱いうちに打てっていうことなのかなというところでチャレンジャーとして挑戦していくみたいなところもありますけどね。まあ原田選手がねなかなか強いからなこれも勝つのも難しさだよなというね。ただまあ忠介選手にはねもうマイクがあるからね、ひたすらねもうマイクでチャンピオンねガンガンに煽っていってね、もうマイクで動揺させてね、スタミナ奪うとかね、そういうことでそういう感じでね頑張っていただいてもいいし、やっぱラリアットバッチバッチ決めて勝つっていう忠介選手も見たいしみたいなね。いやーもう予想が困難なんですよねノアねそこがまた面白いんですけどね、うん、そして第8試合が6人タッグマッチということで、剣王中島克彦、曽山学 VS 杉浦隆、藤田和幸、剣道家臣ということで、金剛 VS 杉浦軍ということでございます。まあ、ここはですね中島克彦と藤田和幸、こちら 2.23 名古屋で GHC ヘビー級選手権試合が決まっておりますので、まあ、その前哨戦の一環というところですよ。だからねここはやっぱなんだかんだ言って中島藤田の絡みですよね。その前哨戦前の絡みでどの程度絡んでいくのかとかですね、その打撃中心なのかグラウンド中心なのかとかね、そういうところとかね、どういう絡みを見せるのかっていう、この2人のね勢いに任せても突貫ぶつかり合いみたいな感じなのか、でもそうなると体格差的にね中島選手なかなか真正面から行くと難しいしみたいなところで、どういう展開になっていくのかというのが非常に注目ポイントという形だと思いますので、まあ、もちろんね剣王選手とかね杉浦選手、曽谷選手のね爆発力と、あと、まあ、何やるかわからない剣道家臣選手、これですよね。結局不安要素剣道家臣というですねところがありますので、この家臣選手がどう動いてくるのがここがポイントになってくるのかなというところですよね。はい、そして、第9試合がメインイベントシングルマッチでございます。こちら、塩崎剛 VS 田中雅人、ついに来ました剛さんね、1人 N1 ビクトリー第2戦でございます。第1戦は杉浦隆選手ね、塩崎剛選手が GHC にたどり着くために、チャンピオンになるためにね、ノアの最前線を引っ張ってきた4人を超えていきたいと志願のシングルマッチ、杉浦隆、田中雅人、丸藤直道、剣王、この4人を超えていきたいという塩崎剛の思い。初戦杉浦戦、もうねもうバッチバチのねとんでもねえチョップをね炸裂させる塩崎剛なんですけど、まあ負けちゃいましたね。で、2戦目これが田中戦です、田中雅人戦です。だからねこれね本当にね僕ね個人的にはねやっぱね剛さん全敗路線あるんじゃないかなっていう、僕はねやっぱねもう序盤ね塩崎選手はね、まあこれね、実はメンバー動画で今年1年のノアこういう風になるんじゃないですかみたいな動画をメンバー動画で語ったことがあるんですけど、まあね、僕はね、塩崎剛選手の活躍期のタイミングはね、もうちょっと後だと想定していますので、前半はね、へこみ期に入っていくんじゃないかなって、ちょっと個人的には思っていまして、まあもちろん僕、剛さんファンなんで、ね、剛さんに勝ってほしいですけど、これやっぱりね僕ね全敗ロードあるんじゃないかなというふうにねちょっと個人的にはね思ってますね。はい、なのでね
まあ、試合内容はね多分またもう杉浦戦見てたら分かるけど、試合内容は多分ねまたねバッチバチのとんでもねえ試合になるんだろうなとは思うけど、いやーこれちょっとね郷さん全敗ロードあるんじゃないかなっていうね。もうもしね GHC にすぐたどり着くような感じだったら僕は全勝ロードだと思うんですけど、これねもうすでに負けちゃいましたからね、中途半端に2勝2敗とかもね中途半端だし、1勝3敗もね3勝1敗もね正直個人的にはなんか中途半端な気がしてきたんですよ。ってことはどうなるかっていうと、まあ、僕個人としてやっぱこれ全敗あるんじゃないかなって思ってますんで、はい、皆さんもぜひね気をつけて、はい、ご覧いただければというふうに思いますので、はい、気をつけての意味がわからんけどな、はい、いやー楽しみ、とにもかくにもねやっぱね 2.9 も楽しみいっぱいですね。はい、ということでこちらはアベマにてね、放送がありますので皆さんこれは無料で見れます。ただこのあと10日と11日と連戦するんですけど、それはレッスルユニバース放送なんでレッスルユニバースに入らないと見れません。なのでもうあのね2月の初旬にレッスルユニバース入った方がいいって、うん、もう間違いない、月初に入るのが絶対得やんね。もうこれですよ、もう月初に入ろうレッスルユニバースね、もうほんとそういうことね、だと思いますので、まあ、このね 2.9 後楽園もマジ楽しみ、皆さんもねどんな対戦カードが楽しみとかねいろいろありましたらぜひねコメント欄にご意見いただければと、コメントいただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。ということでこんなパハロンの動画も楽しみにしてて、パハロン応援したいんだぜっていう既得な底のあなた、概要欄見ていただければ分かりますけれども、月1300円のスパチャ価格でですねメンバー募集やってますんでぜひメンバー登録よろしくお願いいたします。であとは概要欄見ていただければ分かりますけれども、ツイッターもありますからぜひツイッターもフォローしていただいて、でもう一つパハロンの家の話っていう動画もあるんでね、そっちの方もぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。セニョス、アミーゴス、ホーミーズ、クソ野郎ども、俺たちは、PJLL だ。